はい、こんにちは。佐大臣、三長です。人の意見は聞くな。人の意見は聞くな。私の座右の銘です。今日はこのお話をします。人の意見を聞くなというのは、例えば税理士の言うことを無視して自分で確定申告しろとか、弁護士を雇わずに自分で裁判しろとか、医者にかからないで気合で治せとか、そういうことではないです。 さまざまなトラブルが発生したときに、その分野のプロに助言を求め、従うのは大切なことです。そういうことではなくて、もっと人生の重要な局面、大きなターニングポイントとなるようなイベント、例えば、就職、転職、起業、といったようなことにおいては、自分で考え、自分で調べ、自分で決める、そのときに、安易に人の意見に、 耳をささない動かされないといい動かれととうことですね身近であるから親しいからといって安易に人の意見に耳を傾けてはならないということです私はこれまで就職はしたことはありませんし従って転職もありませんし今後するつもりもないので起業についてお話ししますいろいろと、まあ、調べるわけですよ事前にねこれでうまくいくんだろうか将来性はどうかな ネットで検索して、どれぐらいの検索ボリュームがあるのか、1ヶ月の検索回数がどれぐらいで、だからこのキーワードだと狙い目だけれども、こっちのキーワードだと検索回数が少ないから弱いとか、で、試しにいくつかサイトを作ってみて、このキーワードで上位表示できるのか、できたとしてどれぐらい集客できるのか、どれぐらい収益が見込めるのかなどと、過程と検証を繰り返して。 そういうことをやってから起業ってするわけじゃないですか。ちなみにこういう話をすると「いや私はキーワードとかそういう機械的なことは嫌なんだ」「ビジネスはもっと人と人のつながりが」「だからインターネットとかは私はやらない」こういうふうにおっしゃる社長さんが今まで付き合いがあった中に何人かいらしたんですが「バカ!」としか言いようがないですね。 今の時代にネットとリアルが何か別の世界だという考え方がナンセンスですリアルでビジネスをやるならばすべからくインターネットをやらないといけないしインターネットでビジネスをやるなら当然のこととしてリアルで活動しなければなりませんネットとリアルは境なくつながっているものです何かインターネットはリアルとは別のもので 文字だけの無機質な世界で実際のビジネスとは関係ない別次元の空間という考え方はカビの生えた昭和の発想です。今の時代に商売をやるのにインターネットは抵抗があるとか勉強したくないなどと言っているのは単なる怠慢です。私は物を売るつもりが全くありませんと言っているのと同じですので話にならないです。とにかく自分でビジネスを起こすとなると 朝から晩まで寝ても覚めてもそのビジネスのことを考えます一年365日朝も昼も雨の日も風の日も家庭と検証を繰り返し家庭と検証を繰り返し小さくテストを重ねながらサイトの改善も繰り返し新食を忘れて没頭しているだそういうものに対してですねそうそうアドバイスできる人間なんていないんですよ そこまで考えて、突き詰めて、分析して、過程と検証を繰り返して、過程と検証を繰り返しているのは、そのビジネスに取り組んでいる本人以外には地球上に誰もいませんからね。本人以外の他人が、そこに何かアドバイスをできることは、ないんです。だから私は、コンサルタントと名乗る連中は、すべて詐欺だと思っています。コンサルタントと名乗る連中は、すべて詐欺だと思います。なぜならば、 他人のビジネスにアドバイスするという本来不可能なことを業務として掲げているわけですからね他人のビジネスにアドバイスするという本来不可能なことを業務として掲げているがゆえに私はコンサルタントを名乗る連中は全員が詐欺だと思っていますましてやめた方がいいのはビジネスをこれから始めようという時に、うん、これなんでこういうことするのかなと思うんですけども同僚に相談する親兄弟に相談する これ絶対にダメです。ろくなことにならないです。相談なんて一切しなくていいんで勝手に一人で始めてください。相談ってね何の意味もないんですよ。だってねあなたの同僚はあなたの友達はあなたの親は兄弟は起業したこともなければあなたがやろうとしているビジネスの専門家でもないわけですからね。 肉親であろうと親しい間柄であろうとそこにアドバイスできる内容なんて一つもないわけですよ。自分で調べて、自分で考えて、自分で決めてください。人の意見は聞くな。人の意見は聞くな。そういうことです。私は就職も結婚もしたことがないし、今後するつもりも,もうないので、就職と結婚については経験から強く言うことはできません。 しかし少なくとも企業に関しては自分でビジネスをやるということに関しては絶対に人の意見は聞くべきではないと断言できます特に身近な人の意見聞いても何にもならないどころかむしろ有害ですので身近な人に意見を求めるのはよしましょう身近な人に意見も求めるのではなく 自分で考え、自分で調べ、自分で家庭と検証を繰り返しながらビジネスを構築していくものですよ。そして重要なことは、それだけ考えて、頭使って努力して、様々に手を尽くしてやったとしても、失敗するということはあります。失敗したときに、決して他人を責めない。全部自分の責任ということです。 すべて我から自分自身から始めたことですからね。天の狩るモニスム虫の我からと、ネオこそ中めメ、ヨ恨バウラミシ。天の狩るモニスムという虫の我から、その我からという言葉のように自分自身から出たことだから、一人で声を出して泣こう、よう恨むまいそうです。十分に泣いたあとは、 よう恨んでる場合じゃないんです。何が悪かったのかなぜうまくいかなかったのかあるいはうまくいかなかった中でもうまくいった点、ここだけは良かったという点は何だったろうかということを分析し、修正し、過程と検証を繰り返し、過程と検証を繰り返し、次につなげていくわけです。だから始めるときに人の意見も聞かないのは、いざ失敗したときに、 決して人のせいにできない。全部自分一人で背負い込まなければならないという覚悟を形作るためでもあります。とここまで聞いて、なるほど俺も人の意見は聞かないぞもう会社辞めると思った方、危ないですよ。人の意見は聞くなというのは、人の意見も聞くなという私の意見も聞くなということです。嘘言って、騙そうとしている詐欺師かもしれませんからね。 人の意見は聞かない方がいいのかあるいは人の意見も聞くなという意見も聞かずにやっぱり人の意見も聞いた方がいいのかそれは自分で考え自分で調べ自分で決めてくださいすべて我からですメールマガジンも配信中です左大臣の古典歴史解説古代から近代までの日本の歴史上の出来事や人物平家物語源氏物語をはじめとする日本の古典について解説しています 古典や歴史を単に知識として語るのではなく現在に立ち返って現在に立ち返って現在の社会や人間について深く考えるきっかけともなります今日のような話も多く語っておりますので興味を覚えられた方は概要欄のリンク先から普段お使いのメールアドレスを入力してご登録くださいお願いします本日も佐大臣三中がお話しいたしましたありがとうございますありがとうございました